後です。今回は映画紹介です。毎回、パンフレットを使って紹介したいと思います。本日はトムとジェリーです。2021年3月19日金曜日から公開で、4月7日水曜日に見てきました。絶対見るならムビチケがお得です。そして、パンフレット、ゲットです。通常より小さめで、横長のパンフです。今回の映画はトムとジェリーと動物たちはアニメーションですが、それ以外は実写なのです。トムとジェリーが現実世界で大暴れしています。トムとジェリーとの共演は、映画キックアスのヒットガールで有名な、クロエ・グレース・モレッツ。もう24歳のようです。いつの間にか大人です。パンフレットはこんな感じで少し凝ってます。ジェリーの家を彷彿させます。公式オンラインストアもあるようです。今日まで知らなかった。トムとジェリーは、実写の世界に入っても、従来のアニメと同じように、喋っていません。動きで感情を表現しているので、イメージが崩れることないです。でも、トムは歌ってた気が。ではではまた次回の映画紹介で。